学経済学部総合政策学科3年の宮崎理恵です。おはようございます。引き続き総合政策学科の渋さんがインタビューを担当したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。情報の共有免許を取るというのは実は先ほどから話があるように、免許単位を取るだけでもたくさんじゃないですか。だから実際には取る学生の数が少し少ないんですよね。でただ他の学科を比べると国際経済学科と経済学科ある中で総合政策学科だけが高等学校の情報の共有免許を取れるようになっています。であなた自身は、こういう特徴のある免許を取ろうというふうに決めた一番大きな理由っていうのは何でしょうか。はい、最初は大学に入った時にできることは何でもやろうと思って挑戦したのですが、いざ挑戦してみると情報の今後の大切さがすごく実感できて、情報化が進む世の中で情報についての危険性や活用方法を知ってるっていうのはとてもいいことだと思ったので取得しました。取得しましたじゃなくてこれから取得するこれからいいんです、はい、これから取得するんだね、はい、これから取得を今してる最中だということなんですけど、はい、実際にその当たり前ですけど企業が情報化が進んでる、世の中も情報化が進んでると、例えば税金を納めたりするのも、パソコン使ってやったり、そんなことになってるわけだけど、でも実際にその大学でこういうのって情報化が進んでるなって、例えば東洋大学なんかで情報化が最近進んできたななんてことはあります？出席なんかはどうなってるんですか？今年に入ってから結構積極的に出席もインターネットで提出することが多くなりました。具体的にはどういう方法で取るんですか？なんか東洋大学の中でトヨネットエースっていうサイトがあって、そこに登録されているので自分の学籍番号とパスワードを入れて出席カードを提出するっていう形です。そういうことですよね、結局ね、はい、だからスマートフォンで出席が取れるってことになってくると、多分今までの方法だと紙を配って300人ぐらいの人に紙を配って書いて集まるじゃないですか。それだけで授業の時間ってきっと10分とか潰れちゃいますよね。はい、だから90分例えば授業のある中で10分15分そうので何回もやってれば全部潰れちゃうと、非常に非効率で、これ分かりやすい話だと思うんですよね。スマートフォンで今言われたようにパッと取っちゃえば、実はその授業の時間って潰れないじゃないですか。はい、これは完全だから企業の話でも一緒で、いろいろそういう仕組みシステムを導入することで、働き方とか効率性っていうのは多分変わると思うんです。そういうことで言うと、あなたが目指しているその免許は就職とかいうことに対しても、大きな威力を発揮するんじゃないかなと思うんですけど、そんな思いってありますか今？はい、情報に関する知識は結構増えたので活用できると思っています。最後にそれじゃ高校生に対して、何かあなたの方から、今ちょうど3年生で、情報の免許を取って、あとちょっと頑張って4年生で卒業式の時に情報の共有免許をもらえるようになるといいと思うんですが、なんかメッセージがあったら、お聞かせください。はい、大学生活は思ったよりもあっという間に終わってしまうと思うので、後悔しないように一度やりたいと思ったら迷わず挑戦してほしいです。情報の免許は自分のやった分だけ免許として自分に返ってくるので、ぜひ挑戦してほしいです。はい、今日はインタビュー長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。